前半、積極的に仕掛けられていましたがどのような意図を持ってプレーされていたんですかいや監督からも前半からアグレッシブに入るように言われてましたし、ま、理想は本当に前半をリードして折り返したかったんですけど、まあね、試合巧者たなとやっぱ思います、ねはい、相手が。ご自身のプレー振り返っていかがですか。う やっぱり後半は、ね、ちょっとオープンな展開になってで僕が前でクロスを上げるシーンも増えましたし、まあ、そこの本当質と中のタイミングをもうちょっと合わせれたら、ね、得点にもっとつなながるのかなと思います。はい、リーグ戦残り9試合となりましたがチームとしてどう戦っていきたいですか。まあ僕らは今、高学年にいるわけで勝たないと、ね、上に上がってい,いけないので、まあ、残り9試合しかない。 と思いますし本当に1試合、1試合本当に大事にしていかないと上にいけないと思うので、まあ、1試合、本当に勝ち点3目指して戦っていいきたいですありがとうございました。